を強めて絡めていきます。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は長芋と豚の三枚肉のお丼を作ります。材料です。長芋約 100g、 レモンジュース小さじ1/4杯、豚バラ肉 180g、砂糖大さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1/2杯、仕上げにきゅうり、すりごま、黒七味、ご飯はもち麦の入ったご飯を用意しました。長芋です。さっと洗い流します。キッチンペーパーで水気を取ります。ピーラーで皮を剥きます。長芋のアクが出て赤くなってきそうなので、ボウルに小さじ1/4杯のレモン汁を入れます。すりおろします。少量なのでおろし金を空中に浮かせて擦っています。たくさんおろすときはおろし金をテーブルの上に置いて安定させておろします。オリーブオイルです。5ミリぐらいの厚さの豚のバラ肉です。蓋をします。お肉の表面の色が変わったら蓋を開けてお肉をひっくり返します。キッチンペーパーです。余分な油を拭き取ります。この油が美味しいんじゃないっていうことなんですけれど、今日ね和風にするので油を拭き取ってしまいます。美味しそうですね。いい感じ。ではね、ちょっと中央に集めて、きび糖です。大さじ1杯、ちょっと多いね。甘くします。日本酒大さじ1杯、お醤油も大さじ1杯、最後にみりん大さじ1/2ぐらいです。火を強めて絡めていきます。
き上がりです。ご飯が炊き上がりました。お米にもち麦を入れて炊いたご飯です。ご飯の上にすりおろした長芋をかけます。彩りにきゅうりです。お肉をのせます。すりごまをふりかけます。七味唐辛子です。これは京都の黒七味です。最後までご覧いただきありがとうございます。絶対に美味しいお丼です。美味しい素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。